さあアリーナのグリーンカーペットではたくさんのお客様がジャッキー・チェンさんに声をかけています。皆さんこんにちは。頑張ってフラガール、福島に生きる彼女たちの今の皆さんです。メイン司会チームのお二方が到着されました。今年から誕生しましたティフボーイズの3人です。特別上映作品になりますギリギリの女たち、カトリーヌ・カドゥ監督、そして出演してます塚本慎也さんです。特別招待作品あん時の命の皆さんです。どうぞ。話題の若手2人が素晴らしい演技見せてます。市井さやかさん、そしてアレックス・ルーさん、マースさん、八千草薫さん、勝木秀之監督にお越しいただいてます。はい、ということでですね、カルテットの皆様お越しいただきましてありがとうございます。レッドティアーズ香類の皆様です。月野さんの作品が今回特集組まれております。東京ドリフター、日本映画ある視点部門から松江監督と前野さん、どうもありがとうございました。桃色空をこちらの制作スタッフ、そして監督キャストの皆さんです。鏡は嘘をつかないアジアの風から上浦杏里に監督です。よろしくお願いします。ホーム、トルコ作品です。指輪をはめたい岩田由紀監督と、そして主演の山田孝之さんにお越しいただいてます。もう皆様お気づきでしょうか。ご紹介しましょう。特別招待作品です。サラリーマンネオ劇場版の皆さんです。テレビでも人気がありましたこのサラリーマンネオがついに映画化されました。中国から備えあればの皆さんです。ちょうど中央にいらっしゃるのがね、チャン・シンユイさん、女優さんですね。ドイツからやってきましたアレクサンダー・フェーリングさんです。特別招待作品になります。腹がこれなんでの皆さんです。マジックツリーハウスの皆さんです。今日は芦田愛菜さん、お姫様みたいですね。素晴らしい監督がいらっしゃいましたよ。特別招待作品でビム・ベンダース監督です。さて続きまして、コンペティション部門からお越しいただきました、中国から天山の皆さんです。スリープウォーカーの皆さんでした。ありがとうございました。衆議院議員の海江田万里さん、そして衆議院議員の甘利明さん、ファッションデザイナーの越野純子さん、牧山博恵さんの皆様にお越しいただきました。野田佳彦内閣総理大臣、そして枝野幸男経済産業大臣のお二方です。私も映画大好きなので、今日は楽しみにしてまいりました。気持ちはオーランドブルームの気持ちで歩きました。映画を、そしてコンテンツを、そして日本の力を世界に届けていきましょう。ありがとうございます。伊勢谷友介監督の最新作になります。森山未来さんと一緒に登場されました阿部寛さん、そして溝端淳平さん、中井貴一さん、黒木芽衣さん、そして竹富聖香さん、グリーンカーペット歩いていただいてます。コンペ審査員チームの皆さんでした。どうぞよろしくお願いいたします。コンペション部門から傷つきと雨の皆さんです。さあ今スクリーンに映し出されているのは三重市の皆さんですね。サインなども書いてたりしてますね。もう少ししましたらステージでトークショーを行っていきます。 Thank you so much for coming out tonight. It's really an honor to be here. Hi everyone, it's so great to be here. It's such an honor to be in Tokyo and I hope you'll really enjoy the film. Thank you so much for coming out tonight and we are just so happy to support you and to be here tonight to represent Three Musketeers! Woo!